テンスラー公式生放送アニメ&ゲームジュラがモリモリ情報局。さて毎月生配信を行っておりますアプリ転生したらスライムだったけ魔王と竜の建国譚通称魔王竜なんですけども、今月からは、はい、もうスタートが始まりました。テンスラテレビアニメ第3期を名手の皆さんと一緒により楽しむべく、テレビアニメそしてアプリの最新情報を合わせてお届けしてまいります。よろしくお願いします。改めまして皆さんこんばんは、MC を務めさせていただきます、たまたま森です。私も、はい、たまたまなんですけど森遥香と申します。そうなんです。いやいや森さんの森がいっぱいです。リスペクトしながらですね。ありがとうございます。森遥香です。よろしくお願いします。そしてゲストの皆さんもご紹介していきたいと思います。ではまずはこの方、テンスラの主人公リムルテンペスト役の岡崎さんです。はい、リムルテンペスト、リムルテンペスト役の岡崎美穂です。お願いします。わー、おい、ちょっと首座ってなくないですか。そうなんです、赤ちゃんなんです、まだ。そうなんです、ね、今日は一緒にお送りします。ありがとうございます。さあ、そしてテレビアニメ転生したらスライムだった件のプロデューサー杉本さんです。はい、バンダイナムコフィルムワーク杉本と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、杉本さんもあのテンスラパーカーですね。そうなんですよ、ちょっとあの日曜日にオケコン見たらまたなんかライブ熱が高まってきました。あら、ライブ来てますからね、オケコン。あの A4 ストアで受付中なんです。さすが、いいだ。ありがとうございます。本日よろしくお願いします。そして本日もですね、魔王竜のたくさん情報をお届けしてくれますプロデューサーの大西 P です。はい、バンダイナムコエンターテインメントの大西です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。開発我々招待者招待者ですね。ゆったりいきましょう。では皆さん最後までぜひご視聴ください。よろしくお願いいたします。さあ、今夜の配信なんですが、前半はテレビアニメ第3期の情報をたっぷりとお届けするアニメパート、そして後半が魔王竜ゲーム情報の、ゲーム情報をたっぷりとお届けするアプリパートと2部制でお届けしていきます。そして今回もアフレコ企画やですね、杉本 P と岡崎さんによる裏話企画などもご用意してます。危なそう。めっちゃダメな。P 音とか入るの。プロデューサー直々にネタバレは後で終わります、はい、皆さん楽しみにしてダメです怒られますね。はい、そして名刺の皆さんにお知らせです。こちら、現在 SNS でハッシュタグキャンペーン施策を実施中です。 X にハッシュタグテンスラ3期生放送をつけて感想とともに投稿していただきますと、その投稿数に応じて達成報酬をゲットできます。はい、このようになってますね。抹茶プリン、あれだ、抹茶プリンね、のアニメに出てきました。はい、そして2000件でテレビアニメ連動第3期放送記念パート1スカウトチケット10枚をプレゼントさせていただきます。さらにダブルチャンスとしまして、対象ポストのフォロー&リポストをされた方の中から抽選で岡崎美穂さんのサイン色紙、うん、さらにリムル様の着ぐるみぬいぐるみを1名様にプレゼントさせていただきます。この首が座ってない赤ちゃんです。かわいい、まだ赤ちゃんなんだ。これあの着ぐるみなんでね、開けると中から出てこないです。そんな厳しくあるかと思った。だ、公式から言うのやだな。ヒヤヒヤするじゃないですか。いやいやいや、ちゃんと着ぐるみリブルと思ってください。まあ、もうそういう商品名です。、はい、着ぐるみって言っちゃってますけどね。はい、こちら解散期間が4月16日火曜日23時59分までを予定してますので、皆さんそれまでの間にハッシュタグをつけたたくさんの投稿よろしくお願いいたします。では前半アニメパートから参りましょう。先日4月5日金曜日、いよいよ放送開始となりました。本当に待ってた方が我々も含め多いと思うんですけども、はい、第3期の最新情報をプロデューサーの杉本さんも交えてお届けしていきたいと思います。では改めてですね、もういよいよ始まった今のお気持ち、岡崎さんいかがですか。ついに始まったなっていう感じはすごくって、やっぱその放送時間とかもね、また新たに変わりましたし、はい、ちょっと緊張というかドキドキする部分も多いんですけど、やっぱ1話見て面白かったなって私も思ったし、これからどんどん皆さんを夢中にできる3期になっているのかなとはすごく思っています。はい、杉本さんいかがですか。なんかもう皆さんで全国ネットでやってるので、その1話目を本当全国の皆さんで見られるっていうのはすごい楽しいことだなって、本当見てて思いました。1話
3期の1話のシナリオとか上がったの2021年とかだ、21年、22年とか、まあ、それぐらいの話なので、なんかようやくだなって、あのワルプルギスから帰ってすぐですけど、ようやくだなって感じで、確かにちょっとあの会社でみんなで見てて泣いてましたね。みんなでリアタイ泣いてたのはちょっといやでも本当感無量の一話だったということで、うん、それではですねそんな第3期の内容をご紹介していこうと思います。岡崎さんではお願いしてもよろしいでしょうか。もちろんです。はい、お願いします。はい、クレイマンを倒し正式に魔王となったリムル。ワルプルギスを経てリムルの支配地域はチュラの大森林全体に広がりました。うん、その影響で各種族の代表が挨拶しに殺到することが予想され、ならばいっそのこと魔王リムルのお披露目とテンペストの新規住民獲得も兼ねた開国祭の開催を思いつきます。一方、魔物を敵視するルミナス教の総本山神聖法王国ルベリオスでは聖騎士団長ヒナタがリムルのメッセージを受け取ります。しかしそれは何者かによって開山チェックしたのにリアで恥ずかしいよ。改ざんされた宣戦布告でした。テンペストにヒナタが向かっていると報告を受けたリムルの決断は、真の敵と味方を見極め神魔共栄圏という理想を追い求めるリムルの新たな挑戦が始まります。はい、ありがとうございます。大賢者さんが今休んでます。あ、そうですね、横にいました。はい、ということでいよいよですねリムルの因縁の相手ひなたとの決着がどういうことなんですか。いや、ついにですよね、待ちに待ったつくんですよね、決着ね。あ、つかない、いや、わかんない、ね、てんてんてんだからわかんない。まだわかんない。はい、でも本当つわものがたくさん出てくる第3期となっておりますが、そんな PV がございます。皆さんもたくさん見ていただいてると思いますが、改めてみんなで見ていきたいと思います。どうぞ。よし、行くぞ。我ら人類の領域までも王に好き勝手させるわけにはいかん。敵対せずに共存する道を選んでくれるならそれが一番理想的だ。人類との共存を願っているなら無理に戦う必要はないはずだ。テンペストは危険すぎる。共に経済を支配しようではありませんか。魔王リムルを撃て。あとはもう純粋なる力と力の勝負。なんだありゃ。全身全霊をかけて挑むのみ。俺とヒナタで白黒決着をつけるとしよう。とは何ぞや。悪をくじくことか。魔物を相手取るならば勝利してこそ正義。任せるがよい。緩やかに滅びゆく世界の中で何もできぬ絶望を知れ。この世界で頼れるのは自分の力のみ。改めてこの女隙がない。転生したらスライムだったけん第3期2024年4月放送開始。はい、いや、いいですね、何回見てもなんか我々がかっけえな、かっけえな自画自賛みたいなちょっとなっちゃうんですけど、それぐらいやっぱ自信を持ってですよね。かっこいいですね、毎回。いや、でも作った方が一番かっこいいと思ってもらうのがね、すげえと毎回思うんですよ。はい、ということで本当バトルシーンも盛りだくさんな感じですよね。うん、はい、ではここで先日放送された第3期の初回第49話を振り返っていきたいと思います。では杉本さんからお願いします。はい、漢字は多分全部読める。クレイマンを倒し、ワルプルギスから帰還したリムル、しかしファルムス王国への、内部工作は進行中と。攻略を一任されているディアブロは悪魔的な計略の全貌をリムルに披露するというところなんですけど、あのコミックだと実はワルプルギスの、ね、間にこの話あったりするので、あのそこが、まあ、49話に移動しているというのは、ここからスタートする49話ですね。はい、
本当に悪魔的でしたね、うん、作戦が。いやディアブロさんね、一兆円ってよくわかんない、いっぱい並んでましたね、うん、そしてあのコメント欄でもたくさんあるんですけど、やっぱミューランの表情が可愛かったっていう、うん、そうですね、コロコロ変わりましたね、はい、みんな表情より豊かになってましたね。 V 編あの最後の編集の時に見てびっくりしましたね、あらこんなにミューラー動くんだってそこまではするんだっていう、はい、っていうぐらい本当悪魔的なディアブロでしたね、うん、はい、そしてちょっと捕虜の3人もかわいそうだなみたいな、うん、ねえ残酷ですよ ね、 ね、敵に回しちゃダメでしたね、はい、うん、そしてベルドラも可愛かったです。ベルドラね役に立ってくれるんですかね今度ねえどうなのか、はい、いやあの緩和からつながってるんで、あなるほど、緩和も見てない方はぜひっていうところで、確かに、はい、うん、あとはちょっとシオンもあのうん、ディアブロが喋ってることを全然理解してるのかなみたいな感じ、ね、かったですね、はい、テンスラファンの一人大西さんはいかがでしたか。あらいやもう全部が良かったです。あとオープニングあんな見せていいんですか。ああ確かに、ね、なんかえ あこんなにいっぱいみたいな。テンスラ第一期からオープニング見せすぎもんだなと言いましたもんね、はい、まあ、そこまでやりますよっていうなんかこの我々の意思表示というか、覚悟頑張りますみたいな期待感を煽られます、はい、とてもオープニングも良かったですね。はい、本当に続きが気になります。杉本さん、はい、そう思いまして、はい、今週放送の第50話のあらすじをお先取りでおホームページに出てるけど見てる人ね、はい、見てる人がちょっとご紹介しましょうというところで、はい、番組でもありがとうございます。それではですねスライドお願いします。はい、いやいい場面者ですね。本当ですね。いやクレイマンの死に悲しむ勇気とロイの死を悼むルミナス、2つの陣営はそれぞれ仲間を失い悲しみに浸りつつも、真なる魔王となり力を増したリブルへの次なる一手を探ると、うん、すごいですねこの場面じゃいいですね、このルミナスとヒナと、うんうん、ね、50は好きです私。本当ですか、うん、出てないのに。あれ岡崎さんは結構リムル様は2話にしてあれ一言ナレーションでそうなんですね、はい、ナレーションだけであじゃあまだしっかりと50話見てない感じですか。見たんですけど、あのその、まあ、ちょっと早めにいただく機会があって見た時に、はいはい、わー面白いみたいなじゃあ私たちと同じ目線ですね。はい、はい、ある意味ファン目線。いやファン目線ですよ。やっぱその他の国の話の時は結構別撮りもまだ あるので、はい、こうルベリオスで何が起きてるかとか、うんうんうん、あこんな風になってたんだみたいなのはすごく皆さんと同じ気持ちで見ておりました。はい、そうなんですよね。テンペスト以外の陣営でのお話が結構中心となる第50話となります。一体どんな展開になるんでしょうか。ルミナスとヒナタのツーショット気になりますね。いはい、皆さんぜひご覧ください。気になる続きは今週の放送配信をぜひご覧ください。ということで放送配信情報もおさらいしていきたいと思います。まずは放送情報からです。こちら日本テレビ系フライデーアニメナイトフラアニ枠にて毎週金曜23時とってもいいお時間ですよね。いやフラアニですよ。はいです、ね、最高の土日もね過ごせますね、うん、全国30局ネットで放送中です。うん、そして BS11 では毎週土曜22時から放送、こちらもいいお時間です、うん、はい、その他各放送がございます。詳しくは各放送サービスにてご確認ください。では続きまして配信情報です。こちらご覧の各種配信サイトにてご視聴いただきます。違う、ね、すごいな、本当にすごい、毎回すごい、ね、どこでも見られちゃいますね。ありがとうございます、はい、第3期が2024年4月6日土曜日より毎週土曜23時から順次配信中です。そして第2期と第3期をつなぐ漫画ディアブロ日記も配信中となっております。都度課金配信や見逃し配信などもございますので詳しくは公式ポータルサイトでチェックしてみてください。 TVer でもやりますので見逃し配信、見逃し配信も、はい、スケジュールはあのぜひ公式サイトで、ね、うん、あのすごいたくさんありすぎて間違いそうですからじゃあまずは放送でリアタイして配信もおさらいする。確かに復習、はい、金曜に見て土曜に2回見て素晴らしい、いっぱいありますチャンスがいっぱい、はい、皆さんぜひご覧ください。ではさらに情報をお届けしていきます。こちら
テレビアニメ転生したらスライムだった件第3期ブルーレイ第1巻が7月24日水曜日に発売となります。わーい、なんと封入特典としまして表紙イラストをキャラクター原案の三葉先生書き下ろしの特製ブックレットがついてきます。映像特典には漫画ディアブロ日記と特番転生したらスライムだった件10年の歩みと魅力を一気見せ4月放送の第3期が待ちきれなくなっちゃうスペシャル長い長いですのほか、PV&CM 集も収録されています。さらに音声特典としてオーディオコメンタリーも収録しています。オーディオコメンタリー、はい、お米は誰が撮りましたね。撮りましたね。お、お母さんも。僕じゃないですけど、僕がやってた。私と、はい、ゲスト声優というか、はい、お楽しみです。はい、そして、収納ボックスがキャラクターデザインの江端龍馬先生の書き下ろし、さらにデジジャケットは漫画原作の川上大輝先生の書き下ろしデザインとなっております。はい、皆さんよろしくお願いします。めっちゃ喋りましたね。めっちゃ喋りましたね。ぜひぜひ聞いていただきたいですし、うん、あとやっぱ寺島さんの、あ、それね。次のやつ今日はもうダメだ今日はもう首が座っていませんということでちょっと今匂わせがあったのでご紹介しちゃおうかなはい、こちらです。こっちこっち、はい、こっちこっちですはい、転生したらスライムだった件転スラ転スライブブルーレイも7月24日水曜日に発売となります。封入特典として特製ブックレット、映像特典には舞台裏映像のほか寺島拓馬さんのスペシャルライブ映像やブルーレイ CM などが収録となります。そしてオリジナルデザインのスリーブとなっています。こっちでしたね。こっちです、はい、こっちでした。寺島さん、あれ当日あれでしたよね。当日そうですね、欠席、はい、やむを得ない事情で欠席。本当に残念だった、けれど、けれどね、こんなことあるんですね。すごいですね。めっちゃ嬉しいですよね。いやいやいや、もう本当に大西Pが誰より熱い眼差しでさっき見て、え、こんなことあるんですかせっかくね、映像とかも作ってたんで、寺島さんにご協力いただいて入れられたらというところで、まあ、ありがてえ。お結婚もね、寺島さんかっこよかったですね。いや、かっこよかったです。素晴らしかったですよね。お疲れ様でした、お結婚、本当に。いや、ありがとうございます。いや、もうオーケストラでやって、テンスラがね、まさか聴けるなんて思わなかったので、テンスライブすごかったですよね。台本めっちゃ熱かったんですけど、はい、なんかほぼ笠木さんMC と朗読と歌とねいや本当にありがとうございますじゃあそんな勇姿はですね、改めてこちらのディスクでご確認ください。では続いて主題歌情報です。こちらステレオダイブファウンデーションが歌うテレビアニメテンスラ第3期オープニング主題歌ピースキーパーが5月29日水曜日に発売となります。現在先行配信中ですので、まあ、すでにたくさん聴いてくださっている方も多いかと思います。こちらの CD にはマオリューの主題歌第3弾となるモノグラムも収録されています、うん、さらに先方ゼケースの、三方ゼケースの CD ジャケットデザインが本日初解禁となりまして、はい、あら、いかがでしょう岡崎さん。いいですね、なんか虹かかってる、かっ、なんかかっこいいですね、はい、リムル様その横か、はい、そうですね、うん、お、戦ってるのかしら。三期仕様っていうリムルですよね。はい、こちらのイラストを使用したケースは初回生産分限定となります、うん、その他にも初回生産分限定封入特典としまして川上大輝先生書き下ろしのミニポスターや魔王竜で使えるシリアルコード入りのチラシも封入されています。はい、ぜひチェックしてください。お願いします。続いてもこちらです。クルスリンさんが歌うテレビアニメテンスラ第3期エンディング主題歌ビリーバーが5月22日水曜日に発売となります。こちらも現在先行配信中でございます。ジャケットデザインが異なる通常版 A、B のほか初回限定版もあり、その初回限定版にはビリーバーの MV のほかMV のメイキング映像が収録されたブルーレイディスクも同行されています。でこちら今ご覧いただいている通常版 B のジャケットデザインも本日解禁となっております。そう、皆さんめっちゃノリノリでね、3人ちょっと映るかな、3人3人のスリーショット、逆だ、やばいやばいやばい、ちょっとどっちどっち、こういうことした
て遊んでました。 ありがとうございます。デザイン解禁なんですよ。そうなんですよ。さっきのもう一回ご覧いただけますか。デザインとこう対になってるような形で。あ、でも全然違いますね。ね、うん、これあのオープニングの原画担当している宮沢さんが描いていただいてて。あ、そうなんですね。なんかこっちは割と平和のね、うん、日常的なリムルでもあって、さっきはキセマル感じましたけど、うんうん、こっちも可愛いですね。ね、はい、ぜひですねこちら限定とともに皆さんお手に取っていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。ここまで、テレビアニメ第3期の情報をお届けしましたが、ここからはちょっと後半ブロックアプリパートに参りますが、あら、その前にこんなスペシャル企画をご用意しております。題しまして、岡崎さん&杉本 P の裏トーク。あ、危ないやつだ、危ないやつだ、はい、危ない危ない。引き出していきたいですね。引き出しちゃダメなんだ。あれ悪いこと言うか、はい、口を滑らせ、誰かは言うぞと。生配信中ですので、はい、気をつけてください。今日収録じゃなかったでしたっけ。生配信です、生配信です、はい、ということでですね、こちらちょっとこんなカードをご用意してます。知らない形式だ、はい、で裏にですねちょっとトークテーマが書かれてまして、こんな感じで、こんな感じで、はい、書かれております。こちらあのアニメ第3期にまつわる、裏話を見えないですか、テーマで、はい、つけません、つけません、はい、こちらですねあの岡崎さんのテーブルに、はい、置かせていただきますので、ちょっとこれ引きながら、うん、杉本 P と岡崎さんでトークを展開していただきたいと思います。私が引いていいんですか？ NG ですね、NG って書いてある。NG! 置いちゃダメなんですよ。はい、ではまず1枚お願いします。じゃあこれにします。いきますよ。ドキドキする。せーの、じゃん。お、うわぁ、うわぁ、来たな。第3期の総量は 1.5倍、事件は会議室で起きている。はい、はい、ということで、あの3期は最後処理からスタートとなりましたよね、はい、当然あの会議シーンも増えるお話となってきますが、はい、杉本さん、杉本さん何を思う。いや、増えますよね。会議といえば、会議、うん、あの会議といえばテンスラ、うん、テンスラといえば会議、はい、あのやっぱりみんなでね話し合ってテンペストを運営していくものですからね、でもめちゃくちゃ大変ですよね会議。どっちがサイドなんですか。いやいや、あのそうですね、あの難しいセリフなんですけど、うんうんうん、やっぱ尺が決まってるじゃないですかアニメって、うんうん、だからなんとかやろうっていうので、やっぱ早口になるけど大事なことだから、うんうん、なんかこう短くもできないしっていうので、まあ今のところだとあのリムルとディアブロですかね、うんうん、が苦しんで。でも桜井さんはやっぱもうさすがなので、岡崎はもうはーってお家でなりながら、案外今回ラファエルさんが助けてくれないですよね。そうなんですよ。ラファエルさ ん、まあ、助けてはくれるけど、結構やっぱリムルとディアブロが特に難しいことを、用語も難しいですよね、うん、3期より国の名前がやっぱカタカナが多い、漢字が多いっていうのはありましたね、うん、バトルの時とかね短いから、うん、あのあチェックするとき飛ばせないですもんね。全然チェックするとき、いやそうですね。結構原作でも会議多くなってくるお話だと思うんですけど、うん、やっぱ会議は重要視で、うん、そうですね、はい、やっぱテンスラーって、まあ、リブルだけで運営してるわけでもないの、テンペストって、うんうん、まあ、たくさんの個性があってやっぱ動いてるっていうのと、まあ、今後の話につながっていくところが大きいのと、最近はちょうどあの世界が広がっていくところなので、うん、やっぱり大事なところはしっかりお見せしたいなというところで、うん、逃げずに、いや会話劇だけなのにすっごい面白いなって、あもう本当にコンテから含めて大変だと思いますね。いやなんかそんなに大きな何かが起きなくてもテンスラ面白いっていうのが、うん、なんかやっぱ3期で改めて思いました、うんうんうん、やっぱ建国担といいますか、うんうん、国のお話なんだなっていう。そうですね、第1話見てて体感3分ぐらいで終わりました。あれみたいな、もうちょっと終わったぞみたいな。でも会議の会話劇なのに本当3分ぐらい終わったぐらいの体感になれたってめちゃめちゃすごいなと思って、派手なシーンとか、はい、まあ、ありましたけど、それでもやっぱり会話劇で3分体感すげえと思って。そうですよね、はい、難しい話だけど面白いです、うんうん、まあ、小説もねやっぱりホップステップなんで、こう初めこう会議してやっててだんだん後半上がっていくみたいなのが多かったりするので、まあ、そういうところも意識できたらなと思って、うんうん、ね、そしてリムル様はこう話しながらもなんか横目であのベルドナ見てたりとかすごいなっていう、ちょっといろんな子の思いというか自由な人たちもやっぱ増えたんで、仲間が増えると、はい、そうですね、いろんなところに目を配りながらも
テンペストのことを考えています。あ、うん、じゃあこれからもっともっとまた会議シーンだったりセリフも大変になってくるんですか。3期大変ですよね。いやしかもコロッてバトルになったりします、忙しい感じはすごいありましたけど、はい、ね、うん、じゃあメリハリがメリハリがですか、ね、ありますかね、うん、この先も。はい、ということで楽しみにしています。では続いてのカードをお願いします。ぜひ杉本さん行きますか。はい、どうぞどうぞ。一番怖いやつなくなった聞いちゃったんだ。これ行きましょう。読んでくださいね、引いたら。じゃん。はい、お、岡崎座長のお仕事1丸 1があるベテラン声優の皆さんを迎えて。はぁ、ドキッとするテーマはい、座長ですね。どんどん今回もね、キャラクターが増えましたが、そうそうたるメンバーの方も、はい、加入しております。いや、すごいですよ ね。これ気をつけてください、言ってないキャストさんまでいっぱいいるんで。あ、そうしたらいいの私誰は言っていい。確かに誰言っていいか分かんないですね。誰は水瀬さん発表されてましたね。そうですね、マリアベル の、うん、水瀬のりさんはもともとすごく仲良くさせていただいてて、でもやっぱ水瀬さんが出られてるメインで出られてる作品にお邪魔するみたいな形が多かった中で、はい、うん、今回はこのテンスラファミリーにいのりさんが来てくださるっていうのはすごい嬉しくて、うん、ちょっとメッセージツールとかでもテンスラの話で盛り上がったりっていうのはあったんですけど、どんな話したんですか気になる。やっぱマリアベルってすごい、はい、まあ、まだ出てきてないんでちょっとなんともなんですけど、うん、謎にすごく包まれたキャラクターなので、登場シーンもやっぱりまだわからないことが多かったので、うんうんうん、こう美穂ちゃんから見てどういう子なのみたいなところで、こう、まあ、真面目な話は特になかったんですけど、そうですね、あ、めちゃくちゃ座長ですね。いや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 、いのりさんだからリラックスできたもののですよね。あ、ベテランって言ったら失礼かなって今一瞬思いましたけど、すいませんもうね、すごい先輩、岡崎から見て大先輩っていうところなので、野島さんだったりとか、うん、はい、いや、たくさん、本当にたくさん、あれ番組に特番に出てもらったんですけど、はい、波川さんに、あ、波川さんと坂口さんでやってもらったりとかしたんで、そうでしたね、波川さんだったり小野大輔さんだったり、そのどういう、ね、活躍してくるのか、ダムラダムランベル、どうですか波川さんは現場では。波川さん、あ、でも実は結構リムルたちとシーンが、ね、出てくるシーンが そこまでその、うん、同じ括りっていうわけではないので、はい、一緒には撮れてないんですけど、うん、やっぱ波川さんっていうお人自体とは、それこそさんま御殿さんって、実はご一緒させていただいた時に、そうですよ、見てました。そうだそうだ、作品は、はい、テンスラから岡崎っていう感じだったんですけど、うんうん、でも実はテンスラファミリーだみたいなのもあったりして、やっぱ頼れるお兄さんっていう印象は強いんですけど、うんうん、なんかね、ちょっとリムルとなんか仲良く関わっていけたらいいですけど、ちょっと分かんない立ち位置なのが不安定ですよね。そうですよね。どうなるんですかね。どうなるんですかね。でもなんか座長か私って感じですね。ですよね。なんかあんまりそういう意識をしていなかったんですけど、本当に仲が良くて、テンスラのキャスト勢は、なのでまあ、ファミリーが増える緊張感はありますけど、嬉しさの方がやっぱ大きいっていうのは幸せだなと思っております。どうですか杉本さんから見て、岡崎さんの座長っぷりって。もう一期の時からすごかったですけどね。でもデビュー当初じゃないですか。いやいや、そうなんですね、確かにそうです。あ、すごい、いや、脅威の座長力。脅威の空気の読めなさじゃないですか。なんか毎回こっちの収録ブースと、はい、コントロールブースが我々がいるところって別なので、一、はいはい、まあ、回テストやった後にこっちの、コントロールブースの方で話してる時って向こうの声聞こえないんですよね。だいたいそのじゃあ話しましょうって収録ブースの音を入れるとすごいわきわいやる。爆笑みたいな。すごいなと思って、よくもまあこの数分間でそんなに場を盛り上げられるんだと思います。いや、そう、なんか笑いが起きてますよね、テンスラの皆さん。じゃあ波長が合う方がなんか、うん、自然と多いんですか、ね、あとなんか、ね、私が割となんか間違った発言というかをすると、豊口さんが大賢者とラファエル役の豊口さんが欠かさず、はい、ん、待って、みおちゃん今どういうのこと。本当にまさしく役通り のツッコミを入れてくださって、周りが温かく笑ってくださるみたいなのは多かったかもです。そう、改ざんだよみたいな、あ、そう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 、言ってくれるんですね。あ、きついな、そうだ、それもそうですね。はい、改ざんです。なるほど。いや、素晴らしい一体感というかチーム力だなっていうのは改めて、先輩だったら優しく、はい、ありがとうございます。では最後もう一個だけいきましょうか。はい、聞かせてもらいますね。よいしょ、いきます。ダン、
お、2があった。素晴らしい。岡崎座長のお仕事を丸に後輩声優の皆様を迎えて、はい、ということで今度は後輩の皆さんのお話もどんなコミュニケーションを。だって初主演の時の、ね、17年とかで撮ってるわけじゃないですか。確かにもうね、どん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 、うん、熊田茜さんを筆頭にです。なんか私の中で後輩声優ってもう熊田茜ちゃん、AI役のもう茜ちゃん、やっぱ天才ラジオでもね長く一緒にさせてもらってましたし、うん、のイメージが強くて。でもそっか、3期で言うと確かにそういうことになってくるんですかね。なんかないですか、あの岡崎さんに憧れて入りましたあるのかなまだないんじゃないですか。いやでもあの収録終わった後にちょっとお茶しようみたいなのとか、うん、打ち上げやろうとかっていうのは皆さんあるんですか。でもなんか結構アニメあるあるなんですけど、はい、収録の時間帯でやっぱ皆さん次があるとなかなかこうかか行けないっていうので、一期の時とかね、うん、夜の時間帯にあの実は収録してたので、なんかじゃあ飲みに行くかみたいな、まあ、私お酒飲めなかったんですけど、はい、あ、そうですよね、そうですよね、そういうのがあったりとかしたんですけど、最近はねどちらかというとお昼帯が多くて、うん、なのでなかなかもうちょっと会う時間にいかにこう会話で盛り上がるかみたいなとこではあるんですけど、意外といかんせんあのお会いできてないんですよね。他にも後輩の方っていらっしゃるんですか、テンスラ。まだ言っちゃダメか。そうです。ああ。じゃあ皆さん楽しみに誰が出てくるのか。あの茜ちゃんです。茜ちゃんとはすごい本当同世代同年代、まあ、1歳しか変わらないし、キャリアも1年なので、なんかこう同じ目線で割と新鮮な気持ちでお仕事に向き合えるっていうのはすごく一期の時から助かる存在だなっていうのはすごくありましたね。大先輩が多いなくてこう緊張私もしてるけど、茜ちゃんも緊張してるからなんか同じ立場の子がいるみたいな、そこはありました。なるほど。でもこう分散収録だったのがだんだんこうね、うん、ちょっと人数多く取れるようになってきて、確かにでもまた大変なこと増えてるじゃないですか。そうですかね大変。いやでもマイクワークはリムルほぼないので、まあ、どちらかというと先輩方にご迷惑かけてないかなって部分は多いですけど、今後ですね、今後お会いしていくことが増えるのでは。笠木だぞ。いや何これ笠木だぞもうダメ真ん中通ってください道の。はい、そこの席座ったら岡崎さんに怒られるから。いやだな、そうならないように頑張ります。3期のもう収録自体はもう終わって終わりましたね。あの安心安全のスケジューリングで、ね、あ、よかった、無事終わりました。はい、じゃあ結構戦闘シーンとかも、うん、なんか緊張感漂う現場なのかなって勝手に、うん、思ってました。そうですね、まあ、でもなんかやっぱ緊張はありつつもなんかお芝居している役者さんとはすごく仲良くさせていただいたり安心感はあるので、どちらかというとなんか信頼ゆえにできてるみたいな部分もあって、もちろん緊張はあの没入してるのでしてるんですけど、なんかどちらかというともう身を任せるっていう気持ちが私は多かったですね。今倉さんとはやっぱ仲良くなる。はい、ヌーさんって呼ばれて、私ミーって呼んでもらえるようになったんですよ。日向だから、相手日向だから仲が悪くなるのかな。だからヌーとミーなんですヌーとミーは仲良しなんですけど、ちょリムルと日向は分かんないいいですね。そうなんです。なるほどなるほど、信頼し合ってるからこその演技ができるという、うん、そうですね。はい、皆さんぜひアニメでそれをしっかりとご覧ください。ありがとうございました。はい、ということで裏話でした。ありがとうございます。ではですね、あの1話もスタートしまして、いろんな展開が始まってきてますが、またまたスペシャルなこんな企画をご用意しました。題しまして、テレビアニメテンスラ第3期第1話生アフレコ企画。私か。そうなんです。なんか我々がやったらしょうがない。何役何役邪魔しちゃいますから我々やりたいな、はい、ということでですね、なんとですね、先日放送されました第3話1話の中から、うん、ある一つのシーンをちょっと生アフレコで再現していただくというとても贅沢な企画となっておりまして、台本が来ました。あ、これ本当の台本ですか。本物ですね。本物ですね。本物ですね。
すごい、こんな感じなんですね。はい、これでやってますよ。はい、ちゃんと裏に売買禁止って書いてますね。あ、はい、絶対にダメです。はい、ということで今回ご用意いただいたのは、杉本さん、どのシーンになるんでしょうか。第3期の、もう万が一、まあ、屋外1ぐらい見てない方いらっしゃると思うんで、はい、絶対ネタバレにならないところ、優しい、はい、でもたくさんキャラ出てくるところですね。あら、気になるな。じゃあちょっと大変じゃないですか。難しいですよね、いろんなキャラいると。そうですね、結構あの忙しいシーンではあるので大変ではあるんですけど、はい、楽しみつつ頑張りたいと思います。わ、ありがとうございます。はい、ではそれではご準備よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。あ、頼もしいです。ありがとうございます。では参りましょう。岡崎さんによる第3期1話生アフレコです。どうぞ。こちら黒毛トラの煮込みシチューでございます。うん、あ、うまい。舌の上でほどけた肉がソースとよく絡まって。ラファエル先生、よう、レシピを解析します。どうやら作法は気にしなくていいらしい。あ、おい、ミリム、それ酒だぞ。いいではないか。操られたフリを頑張ったご褒美なのだ。操られたフリはもっと早くやめてもよかったんじゃないか。結局クレイマンが黒幕のこと喋らなかったんだろう。だがせっかくリムルと戦えるチャンスだったのでない。おい、ミリムにはまだ早い。ひどいのだ。こう見えても私は、本当にうまいブランデーだな。原料はユーラザニアのブドウか。よくわかるな。果物の輸入でやっと安定して作れるようになったんだよ。ではもう一本いただこう。お前は遠慮を覚えてくれ。いいシーンですね。忙しかったですね。いかがでしたか。いや、楽しかったですね。なんかあの声はやっぱ返ってきてるので、こっちにも他キャラの、はい、みんなでやってる感じがありましたね。これモノ、まあ用語で言うとモノっていうか、頭の中の言葉と外に出す言葉で演技分けるじゃないですか。確かに、それ一発で撮るからすごいですよね。ああ、それリムルは特にモノローグが多いキャラクターなので、最初はすごいもう蛍光ペンの色を使い分けて3色で、ナレーションもあったでやってた。3色、はい、やってたんですけど、最近はでもなんか呼吸も掴んできた感じはありますね。意識されてることってあるんですか、モノローグと外に発する言葉の。でもなんかさっきだと舌の上でほどけた肉がうんたらかんたらのとこはモノローグなんで、心の中の声ってボリューム的には結構抑えるのが主流というか、私はそうしてるんですけど、でもインパクト、目はキラキラって光ってたので、そこは出したいからいい塩梅を探っていくみたいな、見せ場はちゃんとモノローグでも作りたいっていうのはあります。はい、もうダダ漏れな感じがすごい。ラファエル先生キラキラみたいな。はい、ね、こんなに家できてないですからね。あ、確かに確かに。もっとあの、ね、情報ないところから声優さんが情報を足してくれるので、色がついてない、はい、そっか、やりやすかったです。確かにそれはあるかもしれない。さあ、お兄さんいかがでしたか。いや、本当あのシーン結構飯テロかぐらいの、なんかもう本当に料理がめっちゃ美味しそうに見えて、で、あとあのブランデーとかも見て、ちょっとマオリにもちゃんと実装しようかなって。あら、開発だ。はい、もうあの結構あの食べ物今回いっぱい出てくるじゃないですか、はい、だからあの抹茶プリンとか、あとあのブランデーとかもちょっと入れていこうかなと、あら、はい、アニメからマオリへと。料理は今回はあの江口プロデューサーのこだわりで、クレジット、あのエンディングクレジットのところに役職で、そうだ、料理特攻って方が増えてますから、ね、料理特攻、どんな方なの。料理を特攻するっていうのを、あの、なりわいとしてるわけじゃないですけど、そのいろんな特攻で、美味しく見せるというか、撮影というか、撮影を、はい、確か、あれとかもね、今後ありますもんね、あれが。あのエンディングにも一瞬映ってたりもしますけどね。わかりました。わかりました。キャラ名みたいなやつ。いや、もうご飯のために新潟まで行ってます。すごすぎる、ロケハンがね。ロケハンが、食べに行きたかっただけだろう。あ、でも本当にあの いいですよね。オクタグラムみんなこう揃ってる、ちょっとすごいメンツですけど、はい、リムルもなんか、ね、ちゃんと出席できてよかったですよね。うん、ね、そうですね、はい。そしてここから帰ってくるところがまた一話の見どころになってます。はい、はい、また見返したくなる生アフレコでした。ありがとうございました。以上、生アフレコ企画でした。さあ、ここまで前半ではテレビアニメの情報をお届けしてまいりましたが、ここからはですね、後半魔王竜の情報をたっぷりとお届けするアプリパートをまいりましょう。では大西さん、よろしくお願いします。はい、
いやアニメパート いいですね。なんかこんなにいっぱい聞けるなんて。いやもうこの後はねもう私は言ったらですコーヒーもらってもいい。そんなサービスないですよ。どんどん進んで。はい、ということで、いっぱい今回 2.5 周年というところもありまして、はい、情報をしたためてきましたのでぜひちょっとお付き合いください、はい、ではまずこちらをご覧ください。はい、本日のお品書きとなっております。まずはもうみんなお待ちかねの新キャラクター解禁ということで、うん、今日の9時から、はい、あと20分、あと20分でこのキャラクターを紹介しきらなければならないというミッションを僕はちょっといろんな人たちから、はい、課せられてるので邪魔すればいいチャチャ入れていて、はい、チャチャ入れていただいて、はい、ということでどんどんやっていこうかなと思います。でもまずはこちらを、はい、ちょっとご覧ください。はい、その前にですねもう一度ちょっとキャンペーン情報をお届けしたいと思います。改めましてこちらでございます。現在 SNS でハッシュタグキャンペーン施策を実施中です。 X にハッシュタグ天スラ3期生放送をつけて感想とともに投稿していただきますと、その投稿数に応じて5段の達成報酬をゲットできます。はい、抹茶プリンなどなどございまして、スカウトチケットもあります。さらにダブルチャンスとしまして、対象ポストのフォロー&リポストをされた方の中から抽選で岡崎美穂さんのサイン色紙、そしてリムル様着ぐるみぬいぐるみを1名様にプレゼントします。うん、なんかもう予約したよっていう方も欲しいって言ってましたね。はい、コメントでありがとうございます。開催期間4月16日23時59分までです。たくさんの皆さんの投稿お待ちしております。では大西さんお戻しします。はい、ありがとうございます。ではぜひハッシュタグで感想つぶやいていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ではまずこちら新キャラの発表前にちょっといろいろアニメの情報もいただいたので、アニメ連動のところを少し触れさせていただければと思っております。はい、今ですねアニメ3期が放映開始というところで、魔王流でもアニメ連動施策を実施中でございます。で続いてこちら、はい、次のページ行っていただいていただいて、はい、ということでまずはもう昨日からですね、魔王流のオープニングがアニメ映像にということで、もう隣にいる杉本さんがやっていいよと、いや、いいよ、ありがとうございます、本当に、はい、言っていただいたので、もうしっかりと入れさせていただいておりますという感じになってます。うん、その2枚いいですね。はい、いいですね。いい画の2枚だね。はい、もう僕がさっき言った、こんなに出していいんですかっていうのはもうこんな感じで。確かにまだ全然わかんないですもんね。でも毎回アプリを起動するたびにもう音楽とともにオープニングが見れるので、ぜひアニメへの気持ちも高ぶるかなと思っております。はい、続いてこちら、あとですねアニメの興奮をマオリで再びというところで、ボイス付きで振り返るアニメ3期ハイライトシナリオを実装予定となっていまして、今毎週クエストがどんどん足されているような感じなんですが、4週目にはい、それまでのハイライトシナリオをちょっとフルボイスで、うん、はい、振り返れるようにして連動感を高めていきたいなと、うん、ちょっとビハインドしてもこう魔王流で追いつけるみたいな感じになってますが、ただキュッとまとめているので、やっぱり絶対アニメが見たくなるというか、うん、本編を見たくなるような感じになってますので、ぜひこちらも楽しみにしていてください。はい、はい、続いてこちら、はい、そしてテレビアニメ第3期放映記念でログインボーナス第1弾ということで、こちらも最初からめちゃめちゃチケットを配っているんですが、いや本当ありがとうございます。極み星5が入ったチケットになってますので、すごいです。うん、これだけで一旦200がもう200回引けるようになってますので、なんか毎回入るためにあれ10枚あるって言って多いと思いながらやってます。そうなんです。なので結構、まあ、僕は結構貯めて引く派なので、こう1回1回引くよりはこう100連ぐらいまで貯まったらこう一気にガッと。あ、なるほど、そういう楽しみ方もあるんですね。はい、なのででも結構もう最初ら辺でしっかりと貯まるようになっているので、うん、ぜひこちらもアニメと一緒に楽しんでいただければと思います。はい、杉本さんもやってくださってるんです、ね。はい、いやいや、もちろんもちろん、これだからアニメの放送が伸びたら伸びるだけもらえるんですかね。そういう連動の仕方。今から今あるね、アフレコ終わってるんですよね。森さんに間違った放送日言っとけば。確かに。ちょっと伸ばそうかなみたいな感じになるかもしれない。はい、はい、ありがとうございます。はい、続いてこちら。はい、そして、テレビアニメ第3期の放映記念のパート1チケットスカウトということで、先ほどもらえたチケットが、まあ、こんなスカウトのところでもらえますというところで、うん、いろんなキャラクターがしっかり入っていて、まあ、最新の極み星5キャラクターも入っていて、12月に出たアイドルシュナも入ってたりと、結構ラインナップが豪華というか、はい、しかもパート1なので、パート1、
パート2とかもあったりしたらまたちょっとラインナップも変わるかもというところで、はい、こちらもぜひちょっと楽しみに待っていていただければなと思っております。はい、はい、そして続いてこちら、はい、あとですね、アニメ放映期間中毎週10回スカウト無料というところで、アニメ終了した23時30分から配布開始ということで、もうアニメ見終わったらマオ流にログインしていただいて10連引けるという感じになってますので、うん、ね、この場面者の使い方アニメみたいな切ない顔はい、という感じになってます。はい、続いてこちら、あ、そうですね、はい、ちょっとということで、ここでちょっとクイズがあるということなんですよね。はい、はい、ちょっと僕ばっかりが毎回喋っちゃってるんで、クイズも挟んでいこうかなという。なんと、はい、杉本さんも一緒に考えていただいて、はい、ですか。まずはこちら、はい、アニメ3期の期間中無料スカウトは最大何回無料でしょうか。いや、これ当てちゃいましょう。 B 200回、 C 500回で、ちなみに2周年の時は200回 B でしたね。あ、じゃあ A だちゃうんだ3期で、それは嫌だな。でも西 P こんなにワクワクドキドキしてくれてるから、100回ってすごいですよ。まあ、そうです、100回でもすごいんですよ。でも前回やっぱ200ですよ、うん、200じゃないですか。まあそうですね、200ってすごいですもんね200はすごいですよね、うん、すごいです、すごいです。じゃあ、うん、B です。 B B いいんですか B ですよ。めちゃめちゃみんなノリノリでやってくれますねいや、ま、ちょっと結構クイズやっていこうと思いました。はい、はい、じゃあ正解はこちら。期間中最大500回無スカウト無料です、劇団ペンスラチームの演技だって倍以上すごいですよ。500って大丈夫なんですか。確かに大丈夫なんです。しかも極み星5入れですから、はい、大丈夫です本当に、まあ、でも期間中アニメ期間中なんで、やっぱアニメ期間も2クールもございますし、でも今やってほしいですね、本当に、はい、うん、なのでただもう本当に先ほど申しましたように、放送後にもう10連が無料になるってことは、うん、まあ、数えていくともうそれだけで200何連ぐらいはもういけちゃうっていうところなので、うん、本当に他のところも足していくと500回は普通にいけちゃうので、500回です。桁が、はい、ありがとうございます。500回引いたら、まあ何体かはやっぱ極み星5も手に入れられますし、もう極み星5が手に入ると結構攻略も楽になったり楽しくなってくるので、ぜひ楽しみながらマオリをやっていただければなと思っております。うん、はい、そんなアニメ連動企画も盛りだくさんなマオリなんですが、なんと早いものでリリースから間もなく 2.5 周年を迎えます。おめでとうマオリ。結構あっという間ですね。早い。あ、しかもちょっと待って、今のロゴがすごい観覧車とかなんかいろいろなんか可愛かったんです。ちょっとブワーって出てきましたね。アニメーションみたいな感じ。あ、かわいい。後ろの、はい、背景に観覧車がなぜか。なんかなぜか観覧車、はい、花火と観覧車と、ね、はい、何かを暗示しているかのような、お、え、何か関係があるのかなということで、気になることがたくさんあります。魔王竜 2.5 周年の PV ご用意いたしました。新しい、はい、もう初公開となります。初公開、はい、初公開ですね。もう新スカウトのキャラクターももうこの PV に入ってますし、この後9時からの、はい、はい、あ、このからこれはまだ間に合っちゃうじゃないですか。もうすぐなんか喋れます間に合わせたいです間に合わせたいやっぱ B かなといやいやいや、この後性能とかいろいろ紹介しないといけないので、ぜひ、まあ、でもあと 2.5 周年 の、 アップデート、大型アップデートをいくつか用意してますので、それもまとめてまるっと、あら、もうこのもう PV を見るだけで大体あらかた分かっちゃうというものになっておりますので、ぜひご覧いただければと。はい、じゃあギュッとされた PV ですね。皆さん心の準備よろしいでしょうか。それでは 2.5 周年 PV。
でしょうか。杉本さんももう前のめりで。いやいや、もうなんかあの今喋んなきゃいけないのにずっと PV 中喋っちゃった。気になることばっかりで、うん、笠木さんすごかったですよね、情報量すごかったし、あの観覧車、はい、あっちょっとね、分かっちゃいそうな感じがしました、ね、はい、では詳しくお話聞いていきたいと思います。大西さんお願いします。はい、もう PV の話はまず新キャラクターの性能紹介をじっくりさせていただいて、その後アップデートの情報をさせていただければと思っていまして、まずはもう9時にあと9分でなってしまいますので性能紹介急ぎたいと思います。頑張れ。しりとりとかします？ダメだ本当に間に合わない。はい、ではまずこちら。はい、ということでこの後21時にスカウト開始ということで、この生放送を見ながらスカウト引いてもらえればもしかしたら当たりやすくなるかもかもかもすいません、あのこれは願掛けですね。願掛けです。はい、あの僕がオーラを送ります。ジョーヌとブダンってちょっと、はい、アニメ結構先取りでいいんですか、杉本さん。いやー、彼、あ、ジョーヌ？あー、ジョーヌです。あ、ブラン。ジョーヌとブランね。はい、いや、すごいですね、かっこいい。はい、いや、でもポリウスの時に一回出させていただいているので、でね、はい、まあ、今回テーマが原初の悪魔シリーズみたいなところもありますので、うんうん、はい、もうこのジョーヌとブランを出させていただきたいなと思っております。かっこよかったな。はい、しかも 2.5 周年なので、まあ、性能もかなり強くなっております。めちゃくちゃすごいスキルでしたよね。はい、はい、ではまずこちらご覧ください。はい、ジョーヌのスキルなのですが、スキル1レベルマックス、コスト80、敵全体の全属性耐性を一旦 100% ダウン、味方全体の弱点特攻を一旦 100% アップ、もうこの100、100が続いていつつめちゃめちゃ強いという感じになっているのと、スキル2レベルマックス、コスト80、前衛のスキルコストを100ダウン、最大各スキルコストの初期値まで、スキル覚醒バトル開始から8ターン経過でスキルポイントを300アップを追加付与、バトル中1回のみ発動可能となっていまして、今回の原初の悪魔シリーズのビオレの加護なんですが、まあ、チャージ型ということで8ターンぐらいかけてどんどんこうスキルをコストを貯めていって、ポイントを貯めていって最後にこうガッと消費するという感じ のパーティーになっているんですが、最終的にこうどんどんスキルを打っていくとどんどんコストが上がっていっちゃうんですが、このジョーヌをこのスキルを使えばですね、まずスキルコストが100もダウンしますと、そしてかつ300もスキルポイントを付与できるというところで、8ターン目にめちゃめちゃまたスキルを打ちまくれるという感じになってますので、うん、このジョーヌがいれば、うん、大体のチャージパーティーがめちゃめちゃ強くなります。うわー、そして、はい、笠木さん、このビジュアルもいかがでしょう。いや、怖いですね。怖いですよね。敵に回しちゃいけない。そうですね。うん、でも可愛いし綺麗だし、やっぱ欲しくなりますよね。ね、うん、やっぱ原初の悪魔 の、まあ、キャラクターたちが同じちょっとトーン の、 コスチューム身を包んでいるというか、うん、っていうのがちょっと萌えポイントだなと思っているので、そうですね、制服というかちょっとね、はい、チーム感、アイドル感が原初チーム、原初、うん、危ないチームですね。本当に危ない。そうですね、めちゃ強いんで。はい、はい、はい、続いてこちら、ちょっとまとめさせていただくんですが、敵全体の全属性耐性 100% ダウン、さらに味方全体の弱点特攻 100% アップする強力なサポーターになっていまして、しかも8ターン目でスキルポイントを300アップさせたり、スキルコストを100ダウンさせるというところで、本当いろんなチャージパーティーでこの、ジョーヌがいるとめちゃめちゃこう強くなれるという感じになってますので、うん、アイコンがすでに強そうですもんね。確かに、はい、ぜひこちらゲットしていただければと思います。あと5分、はい、はい、やばい、さらに、はい、じゃあもう一人の、はい、はい、じゃあもう一人も行きましょうか。はい、続いてこちら、はい、スキルブランです。はい、こちらももう衣装もこだわっております。スキル1レベルマックス、コスト0、これどっちもコスト0になっていますと。こんなの初めてじゃないですか。こんなの初めてなんです。おー、はい、さっきジョーヌが80-80だったんですが、こちらは0-0というふうになっていて、スキルコストが溜まってなくてももうすぐ打てちゃうというふうになってます。で、奥義発動痕のダメージ力をバトル終了まで 10% アップ無限加算、自身の貫通力をバトル終了まで 15% アップ無限加算と、
そしてスキルにレベルマックスコスト0、すべての魔装痕の奥義ゲージ増加量をバトル終了まで 10% アップ無限加算、自身の攻撃力をバトル終了まで 15% アップ無限加算と、無限加算しまくりじゃないかと、なっているんですが、このコスト0っていうことは何回でもスキルを打ちやすくなるというふうになっていまして、うんうん、無限加算していくので、どんどんこう打ちまくることによって、10%、10%、10%という感じで、奥義発動痕の威力がどんどん上がってきますと。回数制限なくってことですよね。はい、こちら加護のビオレをスキルを使うともう回数無制限で使えるようになるので、ビオレと、しかも1回打つごとにコストはどんどん上がっていっちゃうんですが、先ほどのジョーヌを使ってコストをぐっと8ターン目で下げて、もう1回このゼロからどんどんバフをかけ直すというところになると、もう凶悪な性能になりますと。まさにブランというか、ブランさんいいな。ちょっとアニバキャラかなぐらいの。いや、もうアニバキャラなんです、これは。パート1なのでアニバ性能になってます。すごい。はい、ということでちょっとまとめさせていただきます。はい、コストゼロでスキル発動できる長期戦に向いた高火力アタッカーというふうになってまして、自身を攻撃力アップと貫通力アップで強化しながらも、味方全体の奥義ゲージの補佐や、奥義発動痕のダメージ力をアップ、無限加算による重ねがけで自身と味方を強化し、奥義によって圧倒的なダメージを与えることができますという、まさにもう原初の悪魔だったらこれが強くてもよかろうと。なるほど。いや、もうすごい攻めてますね。いや、もう 2.5 周年なのでしっかりとアニメも一緒に楽しめるというところで、こちらこだわせていただいております。うわ、絶対引かなきゃですね、これはちょっと。はい、はい、あと2分ぐらいですね。ミッションコンプリートですか。まだまだあるんですよ。あ、まだまだやばいやばい。はい、続いてこちら。はい、ビンゴミッションで覚醒石も2人とも手に入れることができますので、ぜひ素体をゲットしていただきたいなと思っております。さらにこちらちょっとクイズを出させていただきたいと思っています。よし、粘ろう粘ろう。はい。あれ、はい、クイズこちら。はい、 2.5 周年の、超魔王流祭パート1スカウトの星5の確率は何パーセントでしょうか。今 4% なんですけど、今 4% のまま。じゃあ A ですね。また謎の始まりました。現状維持が大事ですからね。だってあんなんで500枚もね、なんかチケットももらったりとか、そんなに大盤振る舞いなのに。ちょっとここでバランス取るみたいなとこ。ここは A です。でもちょっと上がるか。だってまあヒント。え、B か C ってこと。まさかの 2.5 2.5。前の周年、1.5 周年の時は 5% ぐらいに上がってます。ああ、じゃあ B。 B ですね、現状維持。もう本当にありがとうございます。いい振りですね。はい、はい、では正解はこちら。正解は確率が 6% にアップしますと。嬉しい、なんか気持ちいい。なんか通販番組みたいな。何回もやりたい。一瞬星5って見た時に 5% だかと思っちゃって。当てちゃったよ。6% でした。はい、今回ちょっと とアップさせていただいて、やっぱ新規 の名手の方々もいっぱい入ってくるかなと思っていまして、その時に星5の確率が上がっていると戦力強化がすぐできるというところもありますので、確率が上がることには悪いことはないんじゃないかというところで、今回周年ということもありまして、はい、ぜひ新規の方々もすぐに強くなれるというところを込めて上げさせていただいております。はい、はい、ありがとうございます。時間ぴったり。お、ぴったりですね。21時になりました。あ、ということで今もう弾けるようになってるのか。はい、もしなんかトラブルとかがなければ。キャラキャラ。でもこの先もちょっとまた性能紹介といいますか、奥義紹介もありますので、うん、あ、そうですね、はい、なのでこうながらみでこう、うん、弾いていただければ、今僕がパワーを送ってるんで、もし、はい、ここで受け取ってもらって、辻本さんもみんなでちょっと、あ、じゃあみんなで当たる当たるかも、当たるかもビームを。生放送鏡ですねこれ。はい、面白い絵だ。当たりますように。はい、今弾くともしかしたら当たるかも。あ、今だ。はい、今決して確約するものではございません。はい、個人のあれで、はい、判断いただければと思います。はい、当たった人は当たったっていうことは。あ、じゃあ正常にトラブルなく、はい、スカウトが始まっているということですね。はい、はい、ありがとうございます。
はい、ということで続いてちょっとスライドを移していただいて確率が 4% から 6% にアップさせていただいております。なので星5は結構当たりやすくなってますのでぜひ皆さん、うん、楽しくスカウトを引いていただければなと思っております。いいですね、この全身のイラストもお花が、いや美しい、うん、そうです。もうこの辺も2人とも何でしょうね、1回コリウスの夢の時に、はい、衣装を出させていただいているようにちょっとそれとは違った方向性で、うん、かつ黒衣装というかゴシックスタイルがしっかり似合うようにそれぞれデザインさせていただいております。可愛い式ですね、らしいですよね、はい、はい、でもちょっと動画でも動くととてもかっこいいのでぜひちょっと見ていただきたいなと思ってます。あ、もう早速当たったっていう報告聞いてます。おめでとうございます。我々のパワーがちょっと仕事した、ちょっとまだ仕事引けてないのに奪われたせいだ今引きたいですよね、この放送中にこれ力場が発生してるかもしれない確かにここに何かがはい、はい、ということでちょっと2つのキャラクターご紹介いただきましたが、大喜利室もちょっとご紹介いただきたいと思います。こちら、はい、今回もアートディレクターさんにこだわりを伺ってまいりましたので、ではこちら岡崎さん読んでいただいてもよろしいでしょうか。はい、うん、もちろんです。漢字頑張ります。ジョーヌですが、はい、体験を振り回し戦いを楽しむ破壊の化身です。破天荒な性格を表すような激しい演出を目指しましたとのことです。ありがとうございます。疑ってくる慎重に。そうです。そしてブランですが、彼女の持つ優美さと苛烈さのギャップを優雅な動きから始まる無慈悲で強大な一撃に込めてみましたとの。おお、ちょっと怖い。すごい怖い怖いですね。漢字が難しいですね。トラップかなということで、うん、こちら大喜利室はい持ってきましたので、もう端末で見れている方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、ぜひそこのみんなで見てみたいなと思いますので、うん、ありがとうございます。はい、ではご覧ください。いいね、楽しめそうだな。おしまいだ。アンバースカージ面白かったよ、また遊ぼうじゃないか。せっかくの機会です、白き絶望を味わいなさい。フルブルームホワイト、つまらなければ消すまで。あーすごい、でめっちゃ良い。いやガンバーガー。しかもこの足で引く、うん、新しい。いや、もうキノコがかわいそうでしたね毎回あれキノコなんで、そうですね、オーバーキル、はい、キノコ側のキノコ側の気持ちになったねえ、あジョーでもかっこよかったです。気持ちいいですね、あそこまでやってくれたら、うんうん、そうですね。いや、これは欲しい、うん、はい、いや本当にモーションすごいこだわったので、うん、ぜひ皆さんちょっとこちらゲットいただければと思います。いやジョーヌ もう最後のセリフとか、そういいなって僕つまらなければあ、違うそっちじゃないブランだ。あいすごいな、よかったですね、はい、ありがとうございました。皆さんも、はいはい、続々出たっていう方も、うん、入っていらっしゃいますので、はい、私たちも頑張っていきたいなと思いますので、はい、皆さんぜひお招きいただけたら嬉しいです。ありがとうございました。はい、はい、では続いてのイベント情報お願いします。はい、今回ですね、いつもなら攻略のバトル動画とかを僕は解説してるんですが、まあ、前回3月末の時の生放送で結構ビオレの加護の回し方とかは解説したので、今回ちょっとなしという感じになってますので、自力でってことですか。はい、自力で、ただめちゃめちゃダメージが出るので、ぜひご自身の手でもう試していただいて、8ターン目にジョーヌを使ってもう一回バフをかけ直していく、なるほど、楽しみがすごいあるんで、あれ以上出ちゃうってことですか。そうです、今今まで持ってたジョーヌとブランがいない状態でも結構ダメージは出てたんですけど、はい、ジョーヌとブランが合わさることによってもう出てくるダメージの量がかなり上がってくるので、うん、ぜひちょっと楽しみに、もう自分の端末で、はい、ぜひ試していただければと思っております。はい、はい、ということで続いてはこちらになります。はい、ということで、周年ということもありまして、
スキル統合も追加させていただこうと思っていまして、オクタグラムのこのメンバーたちがめちゃめちゃ強くなってます。ちょっとこれ読めねえよっていう方もいらっしゃるかもしれないですが、ちょっと後でこうなんか静止画とかで止めてみていただければと思うんですが、それぞれスキルが本当に強化されておりまして、例えばギーとかは技能の魔装痕3枚こう奥義の魔装痕に変換というふうになってたんですが、スキル統合した後は非属性のキャラクターの魔装痕を奥義の、めっちゃ強くないですか。はい、なので結構属性とかで染めた場合は結構強く使い勝手がいいかなとか思いますし、はい、ラミリスも回復に加えて防御力も上がったりだとか、ルミナス様も、はい、とても強くなったりしていくので、ちょっとスキル統合しないするもご自身の判断で委ねられているというところもありますので、ぜひこちらスキル統合を楽しんでいただければと思っております。はい、はい、続いてこちら、はい、さらにですね、英傑特性も追加させていただきます。英傑杯でのみ発動する特性なんですが、それぞれこれ結構ですね厄介な特性が入ってくるので、相手に出てきたらちょっと注意していただければと思います。ここではちょっと触れないんですが、後でちょっとそれぞれ見ていただけると、はい、これは来たらちょっと怖いなっていうのを、はい、ちょっとチェックいただければと思ってます、うん、はい、ということで、はい、オクタグラムのキャラクターも強くなっていきますということで、ぜひ周年楽しみにしていただければと思います。はい、皆さん後ほどじっくりご確認ください。では続いてはこちら、はい、1.5 周年アップデート解禁です。まだ丸2なんまだ丸2なんだ、はい、そうなんですよ。今日多分僕めちゃめちゃ後半喋ることになってるんですけど、いい感じに皆様にも、はい、意見を求めますので、はい、はい、まだクイズ残ってるんで、はい、クイズあるぞ、はい、楽しみに。ではまずは 2.5 周年アップデート情報お願いします。はい、まずはこちら、はい、ということで、先ほど PV の中にもお見せしたんですが、ちょっと順番にめくっていきましょうということで、期間中最大500回スカウト無料というところと、新キャラがブラン・ジョーヌが実装されますというのが4月9日今日始まるんですが、4月の下旬ですねから、3大アップデートが入ってきますという感じになってます。まずは1つ目をご紹介いたします。こちら、はい、新機能登場というのでベルドラの像が、はい、出てきますと、はい、続いてこちら、はい、新機能名手連合を実装予定というふうになってます。はい、なので他の名手の方々と連合を組んで、チームを組むという感じですね、という機能が入りますので、前々からちょっとチャットが入るよと言ってたんですが、このための機能となっていまして、チームでいろいろ会話ができますよというふうな機能になっております。ちょっとぜひね、これメリット聞きたいですね。もうめちゃめちゃ、ただ今日はご紹介でちょっとあまり詳しく言いすぎると情報量がめちゃめちゃ多いんで、そうですね、4月末の方でもちょっといろいろ詳しく話したいと思うんですが、ただメリットなどはしっかりとご紹介したいと思います。はい、続いてこちら、まずはですね、他の名手の方とチームを組むので、しっかりコミュニケーションを取りたいよねというところで、はい、こんなスタンプだとか、あと自分でこんにちはとか文字も打てるようになっているので、ゲーム内で仲良くなった方々とコミュニケーションを取ることができるようになっております。はい、さらについてこちら、はい、で先ほど森さんからありました、メリットみたいなところなんですが、はい、他の名手と連合を組むことで従来のプレイをしているだけでアイテム入手が簡単、攻略が楽になると。あら、なるほど。これですね、ちょっと入れるときに結構開発メンバーでもいろいろ話し合いまして、結構名手連合を入れてやることが増えちゃうとちょっと大変だよねみたいなとこもあったり、今まで 2.5 周年までソロプレイで結構ゲームのシステムも成り立っていたので、いきなりこう他の名手の方があったとなんか新しいことをいっぱいやりっていうのが結構なんでしょうね、なかなか受け止めきれないみたいなとこもあるかなと思いましたので、まずは従来プレイをしているだけでもうアイテム入手が簡単、そして攻略が楽にという感じにしていきたいなと思っております。まずですね、アイテム入手が簡単というところなんですが、この龍樹解析というものをするとアイテムがめちゃめちゃいっぱい手に入るようになっていって、育成素材とかもゲットしやすくなりますよというふうになってます、はい、さらにですね、他の名手に一定時間戦力アップのバフをかけられるというところで、このベルドラの像に
こう結界石というものをセットすると、うん、一定時間だけ戦力アップのバフがこの名手の他 の, あのチームを組んでいる名手の方にのみ、効果が発動するという感じになっております。なるほど。なので今まで踏破戦とか結構あのこれクリアできなかったなみたいな結構ありますね、はい、結構あると思うんですけど、はい、あの攻撃力 10% アップとかっていうのがあると攻略しやすくなって、今まで攻略できなかったクエストとかも仲間がいるからクリアできるというところを今回目指していきたいなと思っております。ほうほうほう。とりあえずちょっとまだハードルがこう低くていいですね、はい、あ、そうですね、はい、なので本当に今までの従来プレイをしているだけでこの竜獣解析 の, あの元になる竜獣とかも勝手に手に入ることができたり、うんうん、あのするので本当に今まで通りプレイしていただければあのアイテムがいっぱいそれだけ手に入るというところで、あの名手連合組まなくても全然あの遊べますし、入ったらより楽しいよというふうな感じのバランス感で今回はあの入れさせていただければなと思っております。じゃあちょっと不安な人は様子見でも、まあ、最初の方はいいかもなみたいな、はい、そうなんです、はい、でも入った方がメリットありそうですね。あ、そうなんですよ。で、ちょっとですね続いてこちら、はい、そうですね、概要1というところで、まずはチャットができますよというところで、うん、コミュニケーションいっぱいできますと。でスタンプもあのどんどんいっぱい増えていくので、まあ、集める楽しみというのもやっていただければなと思ってます。はい、はい、そして続いてこちら、はい、でこのベルアンゾーってなんやっていう風なとこだと思うんですけど、これを結界柱と呼んでいまして、うん、ここに結界石というアイテムを、まあ、あの発動というかはめることで発動していろんな効果が得られるようになっていまして、なので結界石というものをいっぱい集めてこの結界柱ベルドラの像にこうはめて発動していくというふうな感じになっていて、うんうん、まあ、例えばあの連合員のステータス値をアップさせたりアイテムドロップ量を一定期間上げたり、さらにですねアイテムをプレゼントする結界石というものもセットできるようになっていますので、こうあの自分のチームを組んでいるメンバーだけにそのプレゼントを配ることもできるようになってます。なのでこの結界石をいかにいっぱい集めるかっていうところもちょっと楽しみになってくるので、ぜひ集めていただければと思っております。はい、はい、ということで、まあ、ちょっとあらかた概要を説明したというところで皆さんお待ちかねのクイズを、クイズ来たぞ、ここでですか、来た来た、これはもう絶対わかんないじゃないですか。ここで次こそでも正解ね。次こそね。次こそ。はい。これ結構、うん、今回多分当たらないと思いつつ。多分当たらない。はい。結構難しいです。そんな我々もダメなんですよ。今まで全問不正解ですよね。クイズと言ったらお母さんが見放です。全問不正解とか言われたらね、もう正解するしかない。はい。じゃあちょっとクイズこちらになってます。あの視聴者の方もちょっと今回結構分かりにくいと思うのでぜひチャレンジいただければと思います。はい。実在しない結界石の効果の種類はどれ？しない、はい、しないんです。しないもの、他2個は実在するんですけど1個だけないものがございます。まだ実装前なので予想みたいな、ね、そうですね、もう予想になります、はい、これ難しいですね。これはいらんって言わなきゃいけないってことですか？まあそうですね、それも全然言っていただいて大丈夫です。はい、さっき踏破戦でこう攻撃力アップっていうのはお話で出ましたね。あ、名探偵結構バレちゃった、バレちゃう。じゃあ B か C モリモリですね。もう A は二択になっちゃいましたね早速。うん、お母さんちょっと問題もう一回ちょっと、はい、はい、いや、あのそうですね、でも今まで私たちが B B って言ってて C C と来たじゃないですか。なるほど。お、そう考えると C なのかな。でも、いやー、でも結界石をはめると、まあ、その踏破線で攻撃力がアップするっていうのが A で、B が結界石をはめるとランキング戦、まあ、武勇戦ランキング戦とか AK 戦ランキング戦で防御力がアップする。そして C は、その結界中にこの石をはめると極み星5確定連合スカウトチケットのプレゼントができると。でも結構そのチームメンバーに全員にあの極み報酬を確定チケットが、これも分かりましたよ。え、分かった、分かりました。何ですか？ちなみにコメント欄だと C がみんな多くって、はい、逆にあったら C すごいって来てます。いやだからですね、あ、そういう考え方 D です。え、全部 B 全部そういう、それもちょっと出題の時に考えたんですけど、考えたんだ、全部考えてたんですけど、ちょっと今回は実在しないものをちゃんと入れようと思って、ちゃんと小崎さんに決めてもらいましょう。じゃあ
ユース様を信じますかね。 C です。 C が実在しなくていいんですね。してほしいですよ。だって C が多いって今まで CC と来てるから。こんなでねやったらすごいことですよね。ないです。 C なんてものはありません。 C です。本当にありがとうございます。正解は、はい、正解はこちら。はい、ということでランキングでこんなのあるってことですね。そうです、あの極み星号確定連合スカウトチケットはプレゼントできるようになってますし。確定？確定です。確定ですか？確定です。ただこれを入手するのに、はい、あの先ほどの龍樹解析というのを行って、なるほど、はい、あの確率でこの結果解析が手に入るので、なかなかあの入手難易度は高いというふうになっているんですが、実在はしますというので、逆にランキング戦での防御力アップとかはないというのは、やっぱりそのランキング戦で順位がつくものなので、まあちょっとあのやこの名手連合をやり込んでる人やり込んでない人で結構差が出すぎるというところもあるので、と今回はあのランキング戦では今のところ入れないようにしようかなというところ。ちなみに英傑杯とかあと武勇祭はどう？そうですね、英傑杯とかのランキング戦は、はい、発動しないというふうになってて、ただ一般戦の方にはあの効果が発動するものが存在します。なるほど、はい、ただ武勇祭はもう全体がランキング戦なので、あの武勇祭のみにあの効果が適用されるようなあのアイテムは存在しないというところになってます。大丈夫ですか？もう配信しちゃいましたよ。帰れないですけど大丈夫ですか？まあ、でも今のところはでもなんかコメントがもう皆さんめっちゃ喜んでくださってるみたいで。そうですね、やっぱりでも結構やっぱり今回あの褒められる体験っていうのをちょっと、まあ、テーマに、はい、大西さんが褒められる体験。あ、違う、僕じゃないです、僕じゃないです、違う違う、僕なんかじゃない、大褒めしますっていう、違う違う違う、そういうことじゃないです。例えばあの僕、あ、まあ、杉本さんがあの星号確定の、うんうん、まあ、あの、あ、すみません、極み星号確定のあのプレゼントの結果遺跡を発動すると、うん、多分我々がチームだったら本当に水曜日ありがとうございますってなると思うんですよ。あ、なるほど、もうよくやってくれたよみたいな、そういう感情をあのこの発動させた人にこう、なんでしょうね、ありがとうのメッセージとか送れるようにもチャット機能でなっているので、あったかい世界ですね。あったかい世界をちょっと作りたいなというところで、例えばまあ先ほど あの東波戦での攻撃力アップとかもなかなかクリアできなかったっていう人が、まあ、他の名手の助けによってあの攻撃力がアップしてクリアできたというところでいくと、まあ、その攻撃力アップをあの発動させてくれた他の、まあ、友達というか、うんうん、あの名手の方に本当にありがとうございますというふうなところがあの感情が生まれていくなということで、まあ、あったかい世界を作りたいなと思ってますので、はい、はい、素晴らしい。ぜひちょっとあのチームを組んだらお互い褒め合っていただきたいなと思っております、うん、はい、はいはい、というふうな感じになってますので、ただちょっとまだこれだけだと理解が進まないなという方々もいらっしゃると思いますので、まあ、次回の生放送でちょっと時期とかを触りつつ、はい、もうちょっと詳しくお話したいなと思っております。はい、はい、そして続いてこちら、はい、名手連合の概要4ということで、まあ、いろいろと加入するといっぱいいいことがありますよというところで、まあ、例えばあのログインボーナスとかももらえたりだとか、連合コイン交換所でアイテムをゲットできたりとか、あの建築の救援要請が増加したりとか、結構いろいろ、はい、あのメリットもありますので、あの別に入らなくても全然楽しめるようにはなっているんですが、まあ、入るとより楽に楽しくなれるよというところと、まあ、あのコミュニケーションしてほしいというふうなところも言ったんですが、全然あの無言で OK みたいなあの募集のメッセージとかも作っているので、全然無言であの淡々とやられる方でもあの入っていただいても OK というふうになっているので、全然あの楽しみ方とかは自由にやっていただければなと思っています。ちなみに人数の上限って今決まってるんですか？決まっております。お、次回、次回、はい、ただそんなになんか100人とかはあのならないようにはなってて、ある程度コンパクトというかそこそこの人数であの遊べるように、ただあんまり大規模になりすぎないようにというバランスを今考えております。うんうん、はい、はいはい、そして続いてこちら、はい、ということで連合の、リリース直前ビンゴミッションということで、先ほどの龍獣というものがあの結果遺跡を手に入れるために必要なものなので、この龍獣をいっぱい獲得しているとあの結果遺跡がいっぱい手に入るかもということで、事前にこの龍獣を獲得するミッションをご用意させていただいておりますので、こちらあの実装がもうこれだと大体バレちゃうんですけど、まあ、4月26日ぐらいまでにこう龍獣をしっかりと集めていただければなと思っております。はい、はい、続いてこちら、
はい、ということで新建国地区観光地区というものが、このリムルは何、はい、お花、はい、モニュメントみたいな、なんかでもテーマパークの入り口こういうのある、某テーマパークありますか、それだ、あ、いいっすね、丸いし青いし、菅森さんもう全くもうそのコンセプト通りで名探偵ですね、名探偵ですね、はい、そんなスポットを作りたいなと思いまして、やっぱり自分の国にそういったスポットを作りたいんじゃないかというところもあったり、あの2周年の時に竹林地区という新しい地区を入れまして、うんうんうん、結構あのそれがあの皆様に好評だったというところもありまして、今回観光地区というものを入れさせていただければと思っております。はい、続いてこちら、はい、新エリアとして観光地区を追加、なんかいいですね、楽しそうだな、はい、ちょっとアーケードっぽい感じの門をイメージして作らせていただいております土産がいっぱい売ってそうな、確かに入り口で、はい、はい、そして次こちら、はい、ということで、今回はですね、地区発展度を増やしてインフォメーションセンターをレベルアップということで、観光地区なのでインフォメーションセンターをレベルアップさせていきましょうと。でさせていくと開拓クエストが開放したり、領地が拡大したり、そして最大の発展度が増加しますというふうになってます。竹林地区と大体同じような感じになってます。で新規の施設は10種類以上で、かつ、魔晶石や新規の魔装備化が開放できますというふうな地区になってございます。はい、続いてこちら、はい、ということでスナップショット、観覧車もありますねと。出た、はい、結構今回ちょっと動く施設もあったりするので、いろんな施設を建てて自分の観光スポットを作って、うんうん、こうスクショとか撮っていただいて、あの最近あのエイプルフールであのゲーセンとか太鼓の写真とかも、あ、はい、あれ面白かった、そっからずっとドンちゃんいないのかなもうドンちゃんでは歩けないんです、ありがとうございます。あと、あの個人的なんですけど、はい、ドンちゃんの声優さんの奈良橋先生、はいはい、私習ってたんですよ、師匠、一慣れです、なのであのなんだろう、ま、真似というかリムルとしてまた言わせていただくのが感激で、はいはい、奈良橋先生言いましたあれ指定コンビだったんですか、実は、面白い、そう、嬉しい偶然で、そうなんですよ、私もやっててるので太鼓の達人好きなので、あ、余計に嬉しかったですね、わ素晴らしい、ありがとうございます、楽しかったですね、楽しかったですね、ぜひ太鼓の達人もあの観光地区に置いていただいて、はい、うん、楽しんでいただければと思います。はい、続いてこちら、はい、ということで新装備育成登場ということで、先ほどの観光地区を発展度を上げていくと、こちらの魔装備化というものが開放されます、うん、続いてこちら、はい、魔装備化を追加というふうになっていて、ちょっと殺風景なあれなんですが、ちょっと詳しく説明していくんですが、魔装備化はですね、あの素材を消費していろんな効果を、武器に付与することができるようになりますということで、うんうん、装備者が物理タイプの時貫通力 6% アップ、そして攻撃力 1% アップ、強心力が 3% アップというところで、この3つの効果が一気に武器につくようにできるようになるので、かつちょっと抽選でこの3択になっていて、いろんな種類から1つ選んで付与できるというふうになっていて、何回でも付け替えができるようになるので、まあ、この育成素材を集めていろんな効果を武器に付与していこうというふうなことになっております、はい、続いてこちら、はい、ということで、まあ、いろんな効果があの魔装備化で付けられますよというふうになっていて、ちょっと難しいので、あの次回あの詳しくあのお話しするんですが、まあ、単純に覚えていただきたいのが、まあ、いろんな武器にこう効果を付与できますよと、うんうん、で魔装備化してどんどん強くなりましょうというふうなものになってます。ランダム抽選にはなるんですが、ちょっと確率とかもどんどん上がったりとかして、ある程度、はい、あのいいものが引けるようになっていますので、まあ、気に入った組み合わせをぜひ選択して、あのいろんなクエストに挑戦していてくださいというふうになってます、うん、はい、はい、ということで続いてこちら、はい、まあ、2.5 周年いっぱい駆け足で話しちゃいましたが、いろんなコンテンツが目白押しという風になってますので、はい、アニメも楽しくあの遊んでいただきつつ、ゲームもこうあのゲーム内で会話もできるようになったりとかもしますので、うん、ぜひ魔王流と一緒にアニメを楽しんでいただければと思っております。はい、はい、続いてこちら、はい、ですね、以前あの2周年のところですね、ボーナススカウトというので、あの CM を見るとあの3回あの極め星5も入ったあのスカウトが無料で引けるというのがあったんですが、それにあの交換ポイントをあの追加しまして、
100ポイント貯めると極み星5入りの星5確定ボーナススカウトチケットが交換できたり、もしくは極み星5確率 10% のボーナススカウトチケットに交換できたりするので、どちらか選んでその100ポイントを目標に毎日コツコツ見ていただければなと思っております。はい、はい、続いてこちらということで、はい、たくさんのアップデートありました、はい、ちょっと詳しい情報だったり聞きたいことは月末の次回の放送で小西さんにまたお話しいただきたいと思いますので、はい、皆さんそちらもぜひご覧ください、はい、ありがとうございました。では続きまして、はい、キャンペーンがありますね。はい、そうなんです。こちらちょっとご覧ください、はい、もう SNS では金曜日アニメ放送とともに開始させていただいたんですが、魔王竜間違い見っけキャンペーンということで、テレビで放送中の新 CM と魔王竜公式 X で公開中の新 CM には全部で4つの間違いがあります。で X でその内容をポストしてくれた方の中から抽選で Amazon ギフトカード番号1万円分を抽選で10名に当たるキャンペーンを行っています。なるほど、はい、4つあるので、ちょっと今回みんなで見てみようと。結構並べてみると分かりやすいんじゃないかというところで、うんうんうん、もう金曜日から始まってるんですが、今までまだ参加してない方もこの放送を見て、ちょっと参加してみようかなという方はぜひ、うん、X 上でポストしていただければと思います。1万円当てよう、はい、私も1万円あったら岡崎さん何買いたいですか？夢が広がりますね。あ、これね。受注受付中。まずに言えました。杉本さんがそれそれって一万円内で買えますからね。お願いします、はい、ということで、ちょっと今からご覧いただく、VTR なんですが、2本つながってまして、先に来てるのが新 CM 本当の CM で、うんうん、で続いて流れるのが間違いが入ってる間違い探しキャンペーンの CM となってますので、うん、ちょっと違いを見つけてみてください。4つ違いがあるそうです。それではお二人も準備よろしいでしょうか？はい、前の目で。では VTR2 本続けてどうぞ。リムル様と出会うチャンスが。リムル様のお姿をこんなに多く。いかがだったでしょうか？この顔です。もう一回見たいな。はい、本当に分かんないです。一個も分からなかったですか？一個だけ分かりました。あ、じゃあお願いします。え、言っていいですかこれ？まあまあ、いいですよ。あれ、これ間違ったか。あれ、魔王竜の色違いました？あ、どうかな。魔王竜色、あ、ちょっと帰りますね。目薬にさせていただいて。魔王竜の色は変わってないですね。あれ、ディアブロさんのこの向きも。あ、我々ちょっともう帰った方がいいです。もう一回見ますか？はい、本当に分かんないですね。すごい。なんかでもあとセリフとかもなんか、はい、セリフはなんかいい線いってるかもしれませんね。なんか、はい、コメントでも、あれ、セリフみたいなコメント。なるほど、そういう違いもあるんですね。そうです、映像にもありますし、うん、映像に2個、セリフに2個みたいな。ヒント、はい、ということで。実は15秒じゃないとかあったり。16秒とか、そんなことないです。秒数とかそんなメタなとこは攻めない感じで。でも4つちゃんと、はい、結構テレビ の、 アニメ放送の合間に CM 流れたんですけど、結構 X 上では4つパーンって、はあ、答える方も。みんなすごいですね。ね、はい、ぜひまた皆さん公式 X の方で改めてちょっと挑戦していただきたいなと思います。改めて4つの違いをハッシュタグ魔王竜間違いミッケをつけて投稿していただくと、1万円分の Amazon ギフト券プレゼントキャンペーンがございますので、ぜひご応募ください。では大西さん続いてお願いします。はい、続いてこちらになります。はい、ということで、今アニメの、連動コインを集めると、うん、これまた極み星号確定スカウトチケットが手に入るというキャンペーンも早く貯まってほしい。はい、今もう貯められるので、はい、ぜひ貯めていくと極み星号が手に入るようになっていて、かつこちらにいるラインナップになっているので、結構新しいキャラクターもいますので、キョンシーのミリムとかも新しいかな
ので、ぜひあのゲットしていただければなと思ってます、うん、はい、アニメ連動系のクエストとかで手に入ります。続いてこちら、はい、その連動アイテムでいろんなも、ものが手に入りますので、こちら楽しみに集めていってください。さらにこちら、はい、アニメ3期の放映期間中に毎月いろんな衣装のリムル様が仲間になりますというところで、はい、もう必ず仲間になってくれますので、こちらもあの新規の、あの名手の方々はあの強いリムル様がすぐに手に入るようになるので、毎月集めていく楽しみがあるかなと思います。1ヶ月ぐらい伸ばしてもらわないといけないですね。でも新規エピソードとかあれば終わってるもうアフレコ終わっている。はい、続いてこちら、はい、テレビアニメ第3期放映記念のプレゼントで、まあ、こちら今、もらえるキャラクターというか衣装はこちらになっております。はい、続いてこちら、はい、さらにですね、 2.5 周年アニバーサリーで、週連単リリースということで、毎週10クエスト、追加されまして、こちらでアニメ連動クエストの、あ、アニメ連動のメダルがいっぱい手に入っていくので、極み星5確定チケットを手に入れるにはこのクエストをあのクリアしていってくださいという感じになってます、うん、さらにこちら、はい、こちらアニメ連動企画でですね、アニメ放送後にアイテムボックスに手紙が届くという仕掛けがございまして、うんうん、そのアイテムの詳細に問題が書かれていますので、うんうん、はい、あのシリアルコードの入力欄にその答えを書いていただくと、うん、アイテムがゲットできますという感じになっているので、あの皆様あのプロフィールとか見れるメニュー画面のところの下にあのシリアルコード入力というあのボタンがありますので、そこにあの分かったぞっていうあの答えをローマ字で書いていただけると、はい、毎週やりますので、はいはい、クイズがございます。ありがとうございます、はい、ちなみになんか結構今コメント欄であのピックアップ今回の新キャラ当たったっていう方が多いんです。お、今続々とだから今放送やってる間に引けっていうコメント欄盛り上がってます。もう一回でもちょっと座れちゃうから新キャラ中の当たれ当たれはい、あのこれあの絶対当たるとは限らない。毎回ね、注意書き注意書き必要なんで、あの、はい、当たるじゃないかっていう個人差ありますってやつなんで、はい、個人差とあの個人差あるんですけど、はい、でも岡崎さんのパワーがあれば、はい、今リムル様でパワーを、あ、うわー当たれあー当たる気がしてくるはい、皆さんぜひチェックしてください。ありがとうございました、はい、では続いての企画参りましょう。こちらゲスト声優企画です。あら、はい、私か、いやゲスト声優は一人しかないなんですと言いつつみんなでやるやつになってます。みんなでできるんです、はい、そうなんです。びっくりしましたね、さっき気づいたの大丈夫はい、お届けするゲスト声優企画は題しまして、みんなで名手連合に使えるスタンプを考えよう。はい、今回あの新しく、機能として入ります名手連合で、チャット機能ございます。そこでスタンプが送れるんですけども、そこで使える新たなスタンプをみんなでちょっと会議したいなと思います。はい、今回ですねスタンプのお題もご用意しています。こちら褒める褒める、褒めていこうってやつですね、はい、褒めていこうっていう、そうですね、褒め合えるちょっとスタンプを、はい、こちらみんなでちょっと事前にですね、うん、実はあの書いていただいております。はい、うん、いやーでも時間なかったですねそうですね、時間なかったですね、バタバタで、はい、なのでちょっと温かい目で見ていて、あー大西さんが今書いてる本当に大西さんが本当に3分ぐらいしか時間なくてそうですね、じゃあちょっと先にじゃあできてる私たちからいきたいですね。じゃあ岡崎さんから、はいはい、あのチャット機能に使えそうな褒めるスタンプの発表お願いします。ごめんなさい、数の暴力で3つあります。はい、おめちゃめちゃある。そんな書いてくれたんですか。はい、連続でいきますね、はい、まずこちら、お前最高だな、かわいい、ずるいずるい、続いていきますよ、はい、よきよき、あ、いいよきよき、ちょっとこう親しみが湧く、いいですね、使いやすい、はい、そして最後こちら、愛してるぞ、うわあ、いやいやいや、それずるい、はい、ずるいですね、かつきでいるんで、いやもうおしまいだなこれもうダメだ、あのリムルになっていただいて、いやそういうのいいんですか全然森さんリムル上手いって聞いて、私でもあの今回でもリムル様ではないですね、やっぱ岡崎さん
やっぱリムル様かなと思って。あ、違うキャラできる。そう、できないできない。恐れ多いです。じゃあちょっと大久保留美さんをイメージして。あらー、いきます。めっちゃお見事。おや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 、わかりますか。誰か、おやおや、そういうのやってないですよ。本当に上手いやつやってないですからね。マジで上手い。え、すごい。同人誌出身の森です。いやいやいや、森さん、ちょっと創価が好きで、やっぱり。いや、マジであんなに時間なかったのに。確かに。あと、あんな時間なかったで。髪の毛ツヤツヤしてます。すごいですね。あと、他のゲームになっちゃうんですけど、結構チャット機能で私お見事ってよくスタンプ使うんですよ。めちゃくちゃ使い勝手よくて、お見事いいな。で、言いそうなの創価かなと思って、ちょっと創価を素晴らしいですね、書かせていただきました。はい、このまま採用。これもう紹介試合ですよ。紹介試合ですよ。さあ、あと魅了僕からいいですか。大西さんでいきます。お願いします。まあ、ラファエルさんになってまして、ゼとかコクとかその中のホ。それいい、いい。え、ホ。どなた考えたんですか。最後でしょう。いやいやいや。さっき必死になってこのホだけ書きました。しかも手のリムルがいるんですね。素晴らしいです、ね。漢字のところ、もうさっきの絵見た瞬間にこれ、あ、やべえと思って。いや、でもアイディアめっちゃいいですね。めっちゃいい。でも上手ですよ。わかりますもん。なんかこのラファエルさんの顔が全然笑ってないのがまたいい。味がある。いや、素晴らしいです、ね。これも絵は描いてて、今漢字書いてたんですね。そうですね。漢字だけ書かなきゃと思って。素晴らしい、はい、素晴らしい。じゃあ、ね、満を持して満を持して皆さんね、キャラクター、キャラクターですからね。はい、私はちょっとこう、なんかこうみんなが嬉しいやつを選びます。え、これを押されたらみんな嬉しい、ますよ。せーの、ドン、フラーニ。あー、いいんすか。褒めているか。わー、いいな。え、放送局じゃないか。いや、だから見ていいよって。じゃ今これ見てるよみたいな。はい、確かに今何に見てる、まあ。素晴らしいことをしたときに最後はやっぱこれですね。あら、伏せってる。あ、いい、これ欲しい。これ欲しいですね。最高の褒め言葉。確かに確かに。伏せった。いいですね。これちょっと OK 出るならやりたいですね。先生、先生。先生。はい。先生。ということで、ちょっと先生いいですかって。ここで本当に。ちょ、改めて皆さん出していただきます。3つあるんだよな。そうですね。いや、でも、全部いいな。さんでもいいですね。だから、でも、ボイス付きとか。ボイス付きとかね。ボイス付きスタンプみたいな。はい。これ、実際にどれかが実装されるのかというのは、大西さんがじゃあ、持ち帰ってきた。セッタ面白いな。セッタいい。セッタちょっといいな。いいですね。面白いな。ちょっとメタな感じしますけど。いや、うまいよな。そうですね。画力がおかしい。それだけもうプロがいる。このままいけますから。うん、このままフィックスで。ということで、ちょっとまた実現するのかは大西さんにお任せして。はい、ちょっと持ち帰らせて、はい、なんかすごいバリエーションがいっぱいあるので。全部いい感じに。はい、なんかいい感じになりましたね。行かなかったのに。はい。行かなかった中で。一瞬のきらめきでみんな爆発したというので。はい。ということで皆さん続報をお待ちください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では。続きましてこちらです。第35回舞踊祭絶の結果発表です。36回ですね、うん、はい、こちらはですね、まずランキングから見ていただきましょう。日本と北米地域の、ランキングこのようになりました。せっかくなので岡崎さんに、はい、日本のランキング10位から読み上げていただきたいと思います。はい、10位がガオアットルオさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そして9位はドットさんまたはピリオドさんですね。おめでとうございます。おめでとうございます。そして8位が下関みつる FC さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。そして7位がド M さんです。おめでとうございます。そして6位がポメリアアットゲンエイエイブさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そして5位がルミルミルさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そして4位がエルさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。そして3位がマリウスさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。そして
第2位が黄昏のペッパーくんです。おめでとうございます。おめでとうございます。そして1位はジャン・グングン流ゆいしのさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ということで全世界でポイント1位もジャン・グングン流ゆいしのさんとなりました。あら、すごい、日本プレイヤー、ありがとうございます。はい、なんかジャンがついてますね。ジャン、これはですね、多分あの麻雀のジャン、あら、だと思います。僕がリサーチしてる限り。あら、会話で流行ってるっぽい。すごいな。なるほど、皆さんハマってるんですね。はい、はい、先生がいないですね。あ、そうですね。先生いない。いや、頑張ってるっておっしゃってました。すごいね、本当強い。強いと聞いてます。では続いてですね、アジア地域、欧州地域のランキングも見ていきましょう。はい、このようになりました。皆さん本当にお疲れ様です。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。ということで、あっという間にエンディングのお時間となってしまいました。怒涛でしたね。もう情報がもりもりね。9時以降の大西さんでもちょっとゆっくりになってましたね。安心感とね。で、はい、ということで改めてですね、今日情報盛りだくさんでアニメの話もありました。笠木さん、いかがだったでしょうか。いや、すごい楽しかったです。なんか情報がもりもりだったんですけれども、でもなんかみんなでクイズとかもね、あれだから分け合いできたし、やっぱこのタイミングでこう生放送できたの嬉しいですよね。アニメ3期が始まったばかりですし、それに連動して魔王竜もね、はい、2.5 周年でドドンといろんな企画があったので、引き続き名手様も、そしてアニメの視聴者さんもテンスラ愛していただけると嬉しいです。こちらもね、当たるといいですね。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。皆さん投稿お願いします。では大西さん、お願いします。はい、あの長い時間お付き合いいただいて誠にありがとうございます。本当にあのアニメ3期が、まあ、一あのファンとしてもめちゃめちゃ楽しいなと思っていまして、まあ、それをゲームと一緒に楽しんでいただくと、よりこう楽しさ倍増するという感じで今施策を展開しておりますので、ぜひあのアニメとゲーム一緒に楽しんでいただければと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。では杉本さん、お願いいたします。はい、第3期、アニメ放送中でございますが、今ねアフレコは終わってるんですけど、あの絶賛、スタッフ一同、頑張って作っておりますので、楽しみにしていただければというのと、ちょっと先ほどですね、布施先生からメッセージいただきまして、そんな伏せた、伏せた、いじってごめんなさいっていうやつですか。いやいや、本当にちょっと後で謝らなきゃなと思ってますけど、ね。はい、もう少し皆さん楽しんで、あの第3期もマオリオもあのぜひ楽しんでくださいということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に見てくれてたんだ。ありがとうございます。今見てるってことですか。あのぜひ多分ご覧になってるので。やばいやばい。やばい。怒られちゃう。クイズとかやっちゃった。あの、あ、そうですね。なんか多分伏せた OK って来てます。嬉しい。どうしよう。逆に OK なんだ。懐が広い。あ、もう素晴らしい。海外とかどうすれば。確かに。なるほどですね。はい、はい、ちょっとぜひあのスタンプもどうなるか、皆さんぜひ見守っていただきたいなと思います。先生もありがとうございました。ありがとうございます。はい、最後までご視聴いただいた皆様もありがとうございました。改めてですね、テレビアニメテンスラ第3期、それからマオリュ 2.5 周年も一緒に楽しんでくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、皆さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。